行きましょうか。すいません、お待たせ、申し訳ないんですけど、ウェブ動画の方のちょっと東京ビートサーフの素の姿をちょっといただけたらなと思うんですけど、ここはもうなんか何かあればっていう感じなんですけども、ちなみにこれメンバーはかなり変わってると思うんですけど、となんかチーム別とかってありますか、もともとある、あの紹介していくと、はい、マジスティック5のテツ、はい、どうもテツです。福岡から、福岡からあるわ。ありがとうございます。ここは山梨県代表のロッキンチーム、ゲロッパー、どうもこんにちは。そして山形県のダブルクラプス、どうもダブルクラプスです。で、まあその後輩のフミヤくん、フミヤです、よろしくお願いします。それまた期待のキッズ、ひまわり、ひまわりです、よろしくお願いします。まあ僕あの次元役のシンジです。シンジ。そしてゴエモン、じゃじゃん。どうも、調布から来ました石川ゴエモンです。以後お見知りおきを。もともとあの電撃鉄キックで、今日電撃も誘おうと思ったんですけど、電話が繋がんなかったんで。もう俺しか引っかかんなかった。鉄キックだけ、鉄キックだけ誘いました。今日あれですか、もう結構じゃあギリギリで集まったメンバーでもあるんですか、結構練習は。俺がちょこちょここう、はい、鉄さんだけはやっぱ映像とかでコミュニケーション取って、ね、で一応全体の振りは覚えて、はい、でここにこれやってください。でも昨日やっと全員揃って、はい、で毎回今までのヒーローも全部前日に全員揃ってたんで、はい、あ、そうなんですね。前日に完成するんですけど、はい、形なんですけど、今回のは一番大変でしたね。そうですよね、集まるのが。なんかあのヒーロー本編用のなんか絡みを練習しようみたいな、先ほど新次さん言ってらっしゃいましたけど、 そんなの今練習しちゃえばいいかなと。まあ、そう、今でもその、はい、この感じと、君は君は誰ですかみたいな、わかりませんかみたいな。あ、そういうことですね。ルパンでしょ、一番わかると思うんですけど、ルパンでしょってなって、はい、でこの黒服の人たちもわかんないっちゃわかんないんですけど、はい、 でもそれ謎の、はい、謎の集団みたいなのと、はい、君はみたいな、いや分かりませんかみたいな、一番分かると思います。コメちゃん結構あの喋るんで、はい、あと何言うっつったっけ、え、何言うっつったっけ、ビッシュを切るみたいなじゃない、そうだっけ、なんか暫定つける、あ、そう。ビッシュをちょっとビッシュを、ビッシュとかな、本編の方ではね、もう全力でじゃあもう、はい、はい、人名じゃねえかよぐらいの感じ。ああ、そう、はい、ビッシュそれが来るんですかね。自分もいるので。あ、そうだ、そうか、あとあれだ、ボビーさんにディーゼルが落ちる。いやいや、やめよそれ。やめよ、しかも古い話だから、それグイ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 言ってくださいね。オッケーです、じゃあ。あと、さんのお土産とかも。あ、そう、お土産があるこの日のために。いや、お土産じゃん、もみあげっす。あ、もみあげですね。一応、残しといたんです、はい、今日の。気合の表れってことですね。まあ、そうです。オッケーです、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。新生東京ビートサーフでした。